はい、どうもお茶です。じゃあ今日は芯を使ってランクマをやっていこうと思います。さあ、お、4ピンですね。全21段の4ピンのプレイステーション3の方ですね。なんか両方見たことあるな、この21段の方2人。あー、これ寝落ち勢かな。あ、やってくれた。よし、頑張っていきましょう。さあ、相手誰だ。ラムレザルか。あ、これ貝の人だ。あの貝の人、貝の時やった人だな、多分。あのすごいバッタの方ですよね、多分。めっちゃバッタで、ずっと剣設置ばっかしてて、どうやって引きずり下ろそうかなって俺が考えてた方ですね。芯だったら空中ビークとかで簡単に下ろせるから、貝より楽かな。あとね、エリアルでダウン取ることも一応できますしね。多分ね、飛ぶと思うんだよな。ジャンエスか。うん、多分そうっすね。あと昇竜で割り込めるから簡単だな、これ。ここ危ねえ。あれ、あー、J6 回カウンターしたからなんかやりたかったですね。あれ、しっかり拾っている。あれ、でもやべ、これは画面見てなさすぎでしたね。どうしようかな。とりあえず演出、ここで昇竜振って、ダメだ、地対空はしちゃダメ。うーん、どうしよう、逃げられるな、捕まえられないっすね。地上ビークで簡単、地上ビークじゃない、空中ビークで簡単に捕まえれるかなと思ったけど、そうでもない。デッドアングルか、やべ。いや、勝利出なかった。勝利出たらまだ切り返してましたね。いや、どうしよう、やりづれ、貝よりやりづらいかも。貝の時はね、ひたすら空投げしてたんですよね。いやー、どうしようかなー。ダウン、いや、ちょっと待って、やばいかも、きついかも。でも結局読み合いだから、ちょっと集中しますね。勝ちたい、出すと。しっかりバータイ終わったところでバーソル買ってきましたね。届かなかった。これでもエルクで潜って触れるっていうのはあるかもしんないな。ちょっと肉食いづらいっすね。あぶねえ。今崩れてなかったら剣逆にカウンターしてましたね、多分。うーん、どうしようかな。あ、おいしい。あー、ミスった。エルクで潜って触りに行くのが一番楽かな。肉食えねえ。ダウン取って中断。もう一回ビークかな、女キャラは。うなぎミス、痛すぎる。昇竜出ない、やばい。
はめられる。オッケー、危ねえ。投げる。いや、あんまりいい勝ち方じゃないな、今回。正直、なんか、勝ちたいムーブで勝っただけな気がする。いや、あんまりいい勝ち方じゃないな。もうちょっと考えないとダメですかもね。エル君に引っかかるな。うまい。壊せなかったー。まあ、触れればこっちのもん。ここで甘えた肉を壊せてくれる。もうちょっと空中ビーク引っ掛けていきたいですね。それができてない。噛み合わねえな。オッケー、ダウン取った。置き攻めで殺したい。お、オッケーオッケー、いいよ。投げろからのいつもの中下卓、暴れている。多分暴れる。うわー、早かった。バカー、脳死、前パンすぎる。それはオッケー。ちょっとでも微妙すぎる。微妙すぎますね。だから立ち回りで勝ってないんだよな。なんか微妙だな。あー、うまい。さあ、こっからはめられて、じゃあぐるぐるしときますか。これ大丈夫。ここでデッタンガイ使いましょう。投げて、投げれなかった。おしまいパンすぎる。微妙。マイパンで落ちなかった。くっそ、とがめらんね。あぶねえ。いや、なんか勝った気しねえ、これ。どうすればよかったんでしょうかね。まあ、すごく改善点の残る試合内容でしたね。あんまいい試合内容とは言えませんでしたね。まあちょっと、後でリプレイ見返して、いろいろ考えてみようと思います。今日もあんまし喋れなかったですね。ってことで、ご視聴ありがとうございました。失礼します。